はい、こんにちは。こんにちは。私、リライズインタビューの編集を務めています川野哲人と、申します。今日は、株式会社リコモ、代表取締役の橋本雄三様に、お話をお伺いしたいと思います。今日は本当お忙しい中ですね、貴重なお時間、ありがとうございます。今日はよろしこちくおら願こいいそあたりしがとまうございす。ます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ早速ですね、質問の方を入らせていただきたいと思うんですが、橋本様は、どのような夢や、ビジョンを、お持ちでしょうか。はい。これは私が個人で持っている夢と、会社が持っている、ビジョンというか方向性と、全く一緒なんですけれども、大きなビジョンとしては、その人の可能性とか価値っていうところが、こう、最大に発揮できる、そういう社会を作りたいというふうに思っていて、もしかしたら後ほども話すかもしれないんですが、私が、もろもろ、いろんなこう人生の中の過程の中で、割となぜ自分が社会人になるのか、そして社会の中で働くのか、そしていろんな人たちとこう絡む中で何を一体実現したのかっていうところも、一番最初に考えた概念だとか思いっていうところが、実はもうそのまま変わってないんですね。具体的に言うと23歳の時に思い描いたものが、今も一期一会一句変わらずそのまま持っているっていう、そういう思いです。はい。その人の可能性が、一人一人の可能性が開くっていう。そうですね、最大にこう発揮で最きる大ように。な社会を作りたいっていうふうに思って、自分自身が社会に出てきたっていうところですね。じゃあそういったその人の可能性を最大に発揮できる、自分の可能性を最大に発揮できる、人たちが、溢れて、それがそういう人たちが関係性を結んでいったときに、どういった社会になるとか、そういったイメージとかっていうのはどういったものがあるでしょうか。ね、はい、私自身もそうなんですけれども、なかなかこうね、こんな人になりたいなとか、こんなことができるようになりたいなっていう人って結構多いかもしれないんですが、とはいえやっぱり自分自身がこうワクワクする瞬間とか、ドキドキする瞬間ってどういう部分かなっていうのを考えたときに、やっぱりワクワクするときっていうのは、自分がこう得意としていること、大好きなことっていうことで、なんかいろんなこう人とか組織とかチームとかに、ね、貢献しているとき。で、貢献していることによって、あなたのおかげで、例えば私だったら橋本さんのおかげでいてくれたおかげで、こういうふうになったよねって言ってもらえたら、すごいこうワクワクすると思うんですよね。で、それからこうドキドキする瞬間っていうのは、自分自身が今まで持っていたこう幅とか、経験値があるとしたら、それをこうどうやって乗り越えていけるのかっていうところに対して、こうアプローチができる、挑戦ができるってことをしているときに、人ってドキドキするかなと思っていて、なんかそういう、こう人の可能性とか価値を最大に発揮する状態っていうのは、人がワクワクしているときとか、ドキドキしているときとかいうときに多分感じるもので、で、それはなんか、パーフェクトヒューマンみたいな話で、全てのものができますみたいな人は本当に少なくて、自分はここでならいきますよっていうのを一人一人が持っている状態っていうのが、すごい素敵な状態なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。りがとうございます。自分が貢献できるものっていうのをしっかり自分が把握して、それを本当に、その人のためにやって、それで感謝されるっていう、あなたがいてよかったですっていう、本当そういう、組織とか社会全体になったら、すごく本当にやりがいがあるというか、本当にそうで素晴らすよしい社会にね。なってきそうですね。ありがとうやっございぱりまこうす。自分が好きなこととか、なんかこれやりたいなみたいな時とかって、やっぱりこう何かをやらなきゃいけないっていう時よりは、やりたいことをやってる時の方がやっぱりパワー発揮できると思うんですよね。確かにそうですね。ありがとうございます。続いてですね、そういったその夢とか、ビジョンを具現化するために、どのような目標や計画を立てておられますか？とはいえ結構そんな難しい簡単なことではなくてですね、今、これはもう会社で取り組んでいることでもありまして、自分のライフワークにもなっていることでもあるんですけれども、やっぱりこう組織だとか会社とかの一番のこう最大の影響力を持っている人って誰かっていうと、間違いなくこれ経営者だと思ってるんですね。で、経営者の方の基本的にはその右腕だとか左腕に自分たちがなりたいなっていうのをまず思ってるっていうのが原点としてあります。
今、我々が取り組んでいることは何かっていうと、その経営者の方が最大の可能性と価値っていうのを発揮できる体制っていうのをどういうふうにしたら作れるのかなっていうところに、取り組んでいるんですね。具体的にはその経営者っていうのは、やっぱり結構私自身も経営者でそうなんですけども、もうほっとくとすぐにこう孤独な存在になってしまうものなんですよ。やっぱりこう自分が持っているこう悩みとか考え方とか、何か相談したいことがあっても、なかなかこう部下の人たちとかですね、一緒に働いてくれているメンバーの人たちに相談するのっていうのはなかなか難しかったりとか、逆になんか不安、うちのなんか社長なんかめっちゃ不安に思ってるらしいぞみたいな感じで、こう不安に思われちゃうんじゃないかなというふうに思ってしまうものなんですよね。で、そういうところをこう相談できる人だとか、同じ目線でこう戦える仲間みたいなところって、必要なんですけれども、まあ、俗に言われるその社長の右腕と呼ばれるような、例えば取締役の人たちだとか、役員の人たちだとかっていう存在だと思うんですけど、でもそういう人って、じゃあすぐにじゃあ人材で採用できるのかとか、すぐにこう、じゃあ仲間として見つかるのかっていうと、そんな簡単なことではないと思っていて、であるんだったらそういうところにこう知見だとか、その人自身のそのこれまでのキャリアとかいう部分のその得意な部分、で、それを特に社会の中で還元したいと思ってる人たちっていうのが世の中に結構たくさんいらっしゃるので、そういう人たちを、その我々の思いと、要するにその人の可能性価値を最大に発揮したいと思う、そういう会社とか組織を作りたいと思ってる社長のもとに、代行っていう形で入らせていただいて、お手伝いをさせていただいているってことを今やっているんですね。ありがとうございます。やっぱり組織の中の、そういうまあリーダーシップ発揮している方の影響力は大きいですもんね。そうなんです。大きいんですけど、これ、私自身もそうで、自分も昨年の4月に会社を創業したんですけれども、私の場合は逆にたまたま偶然、共同経営という形で、ビジネスパートナーと一緒に立ち上げたので、その方にはお互いこう言い合ったりとかできたんですけども、逆になんか、それ以外の領域、例えば自分たちが今まで全く知見のない領域のところに対して、じゃあ、誰かじゃあ雇えんのとか、で、いきなりそんなことってまあ難しいわけですよね。でもやりたいこととしてはもうはっきりあって、ここの部分をやりたいと思ってるけど、じゃあどう実現したらいいのかって時に、社外のいろいろなこう知見を持った方々に、パートナーとしてちゃんとついてもらって、今実際にその、コアのメンバーとしては人数は少ないんですけども、関わってる人数で言うともう十数名ぐらいの人数になってきてて、どんどん広がってきてるって形なんですね。なので、それで十分、回っている状態になっているので、なんかおそらくこういう形が、私自身もすごく安心して、日頃こう、なんだろう、前に前進できるっていうのがあるので、自分が一番こう価値とか可能性とか価値を発揮できるところにこう集中できるっていうところがあるので、だから自分がやってすごく良かったことを、いいなと思ってて、他の経営者に聞いてみたら結構みんな孤独で悩んでたんですよね。なので、助けてあげたいなと思って、お手伝いをさせていただいているっていうのが、今やってることですね。ありがとうございます。もう本当にご自分でも体験済みっていうのがいや、もう絶す対ごそういでですすね。ね、やっぱりね。もうほっとくとすぐ孤独になっちゃうので、ダメですね、これ。ありがとうございます。じゃあ、そういった、目標や、計画に対して、どのような、活動指針や、思って、どういうような基本活動というのをされていますでしょうか。一番大きいところで言うと、SNS での発信というところが一番大きかったりはします。で、もうこれはもうずっと、かれこれ始めたのが2004年ぐらいからなるので、かなり歴史的にはかなり長い方だと思うんですけど、もう16年ぐらい、もうずっと SNS とは関わってきたところはあって、今で言うと、例えば Twitter とか Facebook とか、リンクトインとか、そういったところで発信をしたりだとか、あとは自分自身でそのブログを持っているので、ブログのところで発信をしたりだとか、はたまた動画っていうところも行っているので、YouTube での配信をしたりだとか、あと最近だと音声での配信をしたりだとかっていうところで、基本的な方針としてはもうこれ変わらずで、経営者の方の可能性とか価値を最大に発揮できるための方法だとか、考え方だとか、仕組みだとか、っていうところをずっとこう発信をし続けていて、そこに対して興味関心を持っていただける方のご相談に乗らせていただいているっていうところになっています。ありがとうございます。もう軸はもうぶれないっていう感じなんですね。そうですね、ぶれないですね。そういった、本当にこう、中心軸ですね、思って、
経営者の方が最大にこう可能性を発揮することによって、それがこう波及して、みんな、全ての人がそういう可能性を発揮できる、そういった、家計だったり社会っていうになっていく、そういったこの夢やビジョンを、持つようになった、こうきっかけとか、出会いとか発見っていうのはこうどういったものがあったんでしょうか。これはですね、結構根源的なところでいくと、私の大学受験の時に結構遡るんですけれども、私本当に大学受験は失敗した組なんですね。で、あまりこう勉強しなくても、大学って行けるもんなんだろうなと思い込んでたんですよ。単なる錯覚なんですけど。で、全然勉強しなくてですね、で、気づいたら2年間浪人してたんですよね。勉強してないのは当たり前なんですけど。で、二浪の時にこうセンター試験を受けて、正直モチベーションも全然高くなかったので、正直自分の中で何のために大学行くのかよく分かってないまま大学受験に入っちゃったんですよね。それが良くなかったんですけど。で、センター試験を受けたら、現役の時よりも点数が悪くて、で、親にもうめちゃくちゃ怒られて、私そこからちょっと家に、部屋に引きこもっちゃったんですよね。で、引きこもって、た上でもうこれ親からも見放されたからもう自分の命立つしかないかなと思ったぐらいまで結構落ち込んで、でも命立つんだったら最後になんか一個やらかしてやめたいな、終わりたいなと思っていて、もう死ぬほど勉強してやろうと思ったの、最後だけ。なんでセンター試験の本当にその日の翌日から、私立の試験まで大体2週間半ぐらい時間があったんですけど、1日22時間半ぐらい勉強したんですよね。高校222時年生間になって、半。22時間半、もう全然全く寝てないですし、風呂にもほぼ入ってないですし、ご飯も机の上で食べながら勉強したので、最初からやってくるって話なんですけど、それでなんかこう、2週間半ぐらいがっつりやって、高校1年生の方から高校3年生の方が全部終わらせて、受験して、で、受かったんですよね。ただ、受かったはいいんですけど、ちょっとこう、やりすぎちゃって、廃人みたいになってしまって、対人恐怖症になっちゃったんですよ。人とどうやって喋ったらいいか分からなくなっちゃってですね。で、ちょうど二十歳の時の4月1日に大学の入学式の時に雨降ってたんですけど、こう傘を立ちながら、入学式なんでみんなね、夢に溢れてるわけじゃないですか。同じ同級生の子たちが。自分一人だけそこの大学の講堂の前に立って、言った言葉が今でも忘れないんですけど、死ねなかったなって言ったんですよね。死にきれなかったなって思ったんです。で、ここの世の中に何か生かされた理由というか、何かあるんじゃないかなと。っていうのがあって、それを探す旅を20代の初めの時に始めようと思ったのが、大学受験が終わった後の正直な気持ちだったんですね。で、ただ、完全に対人恐怖症になっちゃって、人と喋れなくなってしまったので、そんな自分でも親に迷惑かけちゃったんで、ちょっとお金返さなきゃなと思ってですね、アルバイトやろうと思ったんですよ。ただ、人と接しないアルバイトがいいなと思っていて、よく駐車場とかで車を案内する人とかいるじゃないですか。あれだったら物に当たるから大丈夫かなと思っていて、あれやろうと思って、エントリーをしたらですね、思いっきり人と接する仕事をやらされることになってですね、違ったたまたま職種に行っちゃったんです。そうなんですよ、たまたま行った先がディズニーランドの、キャストの仕事だったんですけど、私パーキングの、担当として行ったはずだったのに、園内をですね、ひたすら歩いてセキュリティをずっとすると。で、困ってる人を次々と助けるって仕事をやらされることになったんですね。ただ本当にディズニーには感謝してて、あそこのそのキャストの考え方の一つに、その演じる、要はキャストなんで、スタッフじゃなくて演じるっていうんですよね。演じるっていうのがあって。で、そこを任されたんですよ。だから演じるんだったら自分できるなと思っていて、毎週土日に、平日はすっごいなんか地味な感じで、全然人と喋れないんですけど、大学で。週末だけ、なんか皆さんこんにちはとかってやってたんですよ。ずっと、4年間 そしたら、気づいたらこんな人間になっていて、なんか組織のリーダーとか、なんかチームのリーダーになっていて、こうやって人前でバーンと喋れるようになって、あんなに、正直ほんともう全然ダメな自分だった、人間が、ここまで変われるんだと。で、その自分自身に対するその可能性とかっていうのにも、本当に驚いたんですよね。こんなことで経験とか人との出会いとか経験をすることとか環境とかによってここまで変わるんだと。で、そういう人たちが集まる組織とか会社ってどれほど無限の可能性があるんだろうなと思っていて。で、将来的には私人事領域でやっていくっていうふうに23歳の就活の時にそもそも決めていて、で、それで社会人になったっていう経緯があったんですよね。
で、その時に立てた思いっていうのが、私のだから就職活動の時の軸が全く同じで、人の可能性価値を最大化する会社とか社会っていうのを自分は作るんだと。そのために社会に出るんだっていうのはずっと言っていて、それを全く19年間ですか、一切ブレることなくずっと言い続けたんですね。人からもめちゃくちゃバカにされましたけど、また言ってんのそれって思うぐらい言われましたけど、はい。っていうのをずっと言ってましたって話ですね。へえ、ありがとうございます。すごい大きな変化ですね。もう、そうです自殺でまでね。こう考はい、えもう全然た、考えてました。はね、い。人生が、もう普そ通うのなんかでリーすダーよ。になってたっていう。そういや、なんですそよれね。本当衝撃的ですね。いや、なんで、未だになんか辛いことがあっても、22時間半、2週間半勉強した時よりも辛いことは今まで一度もなかったなと思って。だからブレないんですよね、全然。何が来ても。ありがとうございます。じゃあ、そういった、背景、さらにその背景には、どういったことがあったんでしょうか。そうですね。これはなんかちょっとあれかもしれないですけど、まあ正直自分の甘えというか、今までずっとこう、まあ2つ上の兄貴がいて、まあ、正直全部ことごとく全部失敗してくれたんですよ。で、家庭でね。で、全部失敗してくれて、反面教師にしてたので、まあ、ある種育てやすい子だったし、いい子だったんですよね。なんですけど、全部親がレール敷いてくれたんですよ。なんですけど、大学受験って親がレール敷いてくれないじゃないですか。なので、あれ、なんか今回だけなんで親レール敷いてくれないんだろうって、私、最初の頃思ってたんで、まあ、それがもうクソ甘いですよね。何言ってんだって話で。そう。だから私の中での完全なる親離れというか、なんでしょう。独り立ちしてったっていうことっていうのはやっぱありましたし、もちろん社会人になるときも就活とかで、まあ親からもね、いろいろ言われましたけど、全て無視して自分が思うままに受けて、自分が思っているそのキャリアを実現するために就活するし、会社っていうのは自分のそのビジョンっていうのを実現するためのそのツールというか、まあ本当に場だったりとかに過ぎないんだなというのも、もうその時から思っていたので、割とその、なんだろうな、親からレールを敷いてくれたところからレールを外れた人生というか、が一番背景にありましたかね。それまではこの結構もうじゃあ、聞き分けのいい子だったいや、多分、自分でね。も、それこそ、そうですね、なんかあまり、てか、全く文句も言わなかったし、そんなにひどい反抗期でもおそらくなかったと思いますし、おそらくね、わかんないですけど。ですし、親が言ったことを素直に聞く。だから私、すごく、兄貴からも親からも、お前はなんか素直に何でも聞くよなってずっと言われてた言葉だったんですよね。今でも全然違うんですけど。今は大丈夫ですか？はい、もう自分の可能性価値を切り開いちゃったんで、もう自分の道は自分で決めるって決めちゃったので、親から何言われても一切聞かないですね、今は。アドバイスは聞きますけどね。アドバイスは聞きますけど、はい。そのなん基本的か、にはもう、どうぞどうぞ。その受験に失敗して、もう2週間やってみようっていう、その死ぬほどやってみようって、なんかそこでこう踏ん張れたっていう、それは、その、なんか、どういった、こう、なんで踏ん張れたって、例えば、その、人によっては、じゃあ、まあ、このまま大学行かなくて、まあ、就職してもいいんじゃないかとか、まあ、そういうなんかこう、思うかもしれないんですけど、なんかそこでこう、2週間、こう、ぐっとやってみようっていうふうに、こう、一歩こう踏み出せたっていうのは、どういった、なんか、何なんでしょうどういったね。ものが、なんかあるんこでしれょうかね。は、いや、いい質問ですよね。いや、なんでなんだろう。いや、なんか自分の中でもわかんないですけど、スイッチ入っちゃったんですよね。なんか多分ですけど、隣の部屋で私の親父とお袋がもうものすごい喧嘩をしてて、で、まあ、母親からは、ね、あの子なんてそもそもこう狙ってる大学なんて無理だったなよって言われて、親父からは、いや、あいつは最後まで頑張るやつだから、自分は最後まで見守るっていう、その自分をネタに夫婦がこう喧嘩してるわけですよ、親が。もう、そう思っちゃうじゃないですか、自分何のために生まれてきたんだろうって。なんかここ生まれちゃまずかったのかなってやっぱ思いましたよね。寂しいけど。この時になんか自分の中で、なんか自分のこの脳の奥のところでスイッチが入ったのは今でも覚えてますけど、なんかカチンって入ったんですよね。確実にカチンって入ったんですよ。で、もうこれダメだったら命を絶つか家出をするかどっちかにしようと思って、
決めたんですよね、自分の中で。だうん。から、今でもよく言ってる、私、まあ、年齢42なんですけど、20歳で一回自分の人生は終わったんですよね。一回終わらしたんですよ。だから私、今やっと22歳、やっと成人して、もうすぐ社会人になるかなぐらいの年齢なんですけど、やっと自分の人生が22年目に来たなみたいな思っていて。全然前の20年間は全然否定するもんじゃなくて、親には本当に感謝してるし、ありがたいんですけど、自分の道で切り開いてきたっていうところもあるし、もちろんまあ自分だけじゃなくて仲間とか、本当にお世話になった上司の方とか、今でも手伝ってくれるいろんなパートナーの方、そして会社を一緒に立ち上げようって言ってくれた共同のパートナーの方、して、それにチャレンジしていいよって言われた、言ってくれた家族には本当に感謝してて、そういう人たちがあったから今もあるし、ブレずにやっていける。まあ、結構辛い時も全然ありますし、今、ね、今日の話出てないような人生でどん底の瞬間も何回もありますけど、全然そこはブレたことはないですね。ありがとうございます。いや、なんかすごいこう人生の大反転ストーリー。まあ、今日話してないこともたくさんありますけどね、これは。それもっとお話ちょっとお伺いしたいなと。はい。もうまさにジェットコースター人生みたいなんですけど。これなんですが、ちょっと今日は、そうで時す間もね。関係もあぜるのひぜで、ひ。はい。全然今大丈夫日はこでれです。終了したいと思います。本当今日は、貴重なお時間、ありがとうこちらございます。こ本当そ。に無限の、その人が、可能性を、こう、誰でも、こう、発揮できる、スイッチが入って、それが繋がって、本当素晴らしい社会というのは、実現、できたらすごい素晴らしいことだなと、というのを感じました。ます。はい。本当に、貴重なお時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。